てめえ名前は？クリント・イーストン。踊れ！死ぬのはてめえだ。地獄に送ってやる。くたばりやがれ。どうやら私の名前ではなく、墓石に刻まれるのは君の名前かもしれんぞ。そりゃないよ。ショックなのは分かる。抜け。はい、皆さんこんばんは。今夜はバックトゥザフューチャー3ですね。さあ、この前2の時にあのおじさんと若いのがバーッと面白い自動車で未来行きましたね。大変なつきましたね。さあ、これはその2の3ですけど、この3はテレビでは今夜が初めてでございますよ。初めてテレビで放送いたしますけど、ちょっとそのバックトゥザフューチャーの2もちょっとご覧になってください。僕は人に腰抜けと思われたくない。そうそう、ばあさんの言う通りさ。30年ほど前になるけど、腰抜けじゃないのを証明しようとして自動車事故を起こしちゃってね。ロールスロイスでしょ。マーティが自動車事故。盗むなんてそんな違います。私じゃありません。ニードルスですよ。君はそれに手を貸した。あ、違います。あ、つまり違法行為だってことは100を承知は。肌を仕掛けや。私のファックスを読め。社長待ってください。首だけはどうかお願いです。社長、夢を見ていたと思い込ませればいい。でもまずいよ、このままベンチに置いていくなんて。意外な状況の方が夢だと思い込みやすい。どのくらいで意識が戻るかな。そいつはわからないが、ショックが大きかったからな。気をつけて、雷をもろに食らったら黒焦げだよ。1885年の9月。おい君、ちょっと待ってくれ。どういうことなんだ。生きてんだよ。ドックは生きてるんだ。というわけで、今度はこのスリーは今から100年昔に帰っていくんです。100年前に帰るとどうなるか。アメリカの100年、これは西部の本当の開拓時代になりますね。西部の開拓時代、アイルランドから移民がやってきまして、初めてアメリカ大陸で一生懸命開拓する時代に移ってまいりました。そこでこのマイクル・J・フォックス、それからこのクリストファー・ロイド、この2人がカウボーイの姿になっちゃうんですよ。面白いね、カウボーイの姿になっちゃう。そしていかにも面白い馬、そしてロープ、いろいろとお見せしますけど、皆さん、この2人がそうなりながら、このおじいちゃんがこの若いのに言いますね。おい、クリント・イーストウッド、なんていうこと言うんですね。面白いね、ああいうパロディを使うんですね。そして皆さんがこれご覧になったら、いっぺんわしも僕もいっぺんカウボーイになりたいなと思う人は、これご覧になったら本当に自分がカウボーイになったような気持ちにおなりになりますよ。さあ、馬が走る、キャメラは下から撮って見事です。キャメラの上を馬がパン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 飛んでいく。それにまたこの2人が乗って走って列車に追いつくんですね。その頃は大陸列車、この列車が珍しい頃、その列車にその2人が飛び乗りますね。そのあたり、まさにウエスタンですね。まさに西部劇ですね。そういうわけで、この映画はもしも皆さんがウエスタンがお好きなら、もうご機嫌で、初めから嬉しくて、ニコニコ思いながら、このマイクル・ジェイ・フォックスと、それからクリストファー・ロイド、このおじいちゃんがカウボーイになるなんていう、この面白さで、びっくり仰天の楽しみでご覧になると思います。はい、これはロバート・ゼメックスの監督です。ロバート・ゼメックス、この人は、あの、ロジャー・ラビット、あの監督ですね。だから娯楽専門で、いかにも面白い映画作ります。というわけで、今晩は、楽しく、面白く、ウエスタンスタイルに酔っ払ってくださいね。きっとそうするよ。さあ下がって、子供たち出発だ。ねえ、ロク、これからどこ行くの？また未来の世界へ？いや、もう行ってきたよ。
はい、いかがでしたか。ちょうどこの頃ね、100年前、それはアメリカがまだ若い頃でしたね。アイルランドから移民が来たりいろいろして、本当にアメリカが若い頃でしたね。だからこの映画はそのアメリカの若い頃の、本当にアメリカ自身がよく出てきましたね。けどこれで初めてこの100年前に行った時に、あのマイケル・ジェイ・フォックスの若者のひいひいじいさんが出てきましたね。おじいさんの、もっと前のおじいさんが出てきましたね。これはマイケル・ジェイ・フォックスの二役ですね。この辺りキャメラがよく撮ってましたね。それからこの映画キャメラが面白かった。キャメラが馬を撮ってもキャメラの上を馬がパーッと飛んできますね。なんともあれなんかもウエスタンの触り、キャメラによるウエスタンの触りですね。そういうわけでこの映画面白いけど、面白いことはこの若者、この若者が俺は実はクリント・イーストウッドだなんて言ったりしまして、これもおかしかったね、面白かったね。けれども面白いのは、馬というものがどんなにこの西部のウエスタンが必要か。ところが馬ももう慣れたもので、キャメラの前で勝手に演技するそうなんですね、慣れた馬は。だからキャメラの前で馬がバーッと両足上げたりするので、困るという面白いこともあったそうですよ。というわけで皆さん面白ございましたね。メル・ギブソン、ゴールディ・ホーンが共演するバード・オン・ワイヤー。死んだはずの恋人に15年経った今偶然出会った。しかしその恋人は麻薬組織から命を狙われた。逃げる2人を執拗に追いかける組織、逃げ場を失った2人は最後のチャンスにかけた。バード・オン・ワイヤー、アメリカンスピリッツへの失踪、ハーレーダビッドソン&マルボロマン。友情のために現金輸送車を襲撃したことで思いもよらぬ事態に巻き込まれていく。自由と夢を追いハーレーに乗る男たちのスーパーアドベンチャーがスタートした。ミッキー・ローク、ドン・ジョンソン共演、ハーレーダビッドソン&マルボロマン。儀式めいた殺人が続発するロサンゼルス、凶悪犯人を捕らえ死刑台に送り込んだ時、恐るべきドラマが始まった。ペンタグラム、悪魔の楽園。パイロットの中の超エリートたち、想像を絶する訓練に耐え大空を目指す彼ら、スーパースカイバトル、アパッチ。はい、続々と楽しい作品が登場いたしますよ。どうかご期待くださいね。それではさよなら、さよなら、さよなら。